はい、8月29日火曜日、イカレる3面の時間が参りました。皆さんよろしくお願いいたします。本日の出演者は中野区議会議員の吉田浩一郎さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、もう一方、産経新聞論説委員の阿部瑠衣さんです。はい、よろしくお願いします。それからスカイプでタレント千葉玲子さんです。玲ちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、本日のトピックス、中国嫌がらせに遺憾のみ、弱腰眼鏡岸田文雄、想定外だった野村農水省まさかの発言、菅義偉と石破茂注目の改造内閣、新会長に進次郎、安倍派の行方、解体せよ日本学術会議。はい、というわけで、本日も視聴者アンケートを実施しますとのことです。質問、処理水放出に大反発する中国に対し、訪中と迎合する公明党、山口那津男党首、中国と一緒に反対する共産党、小池書記局長、この両党は、1、日中友好と摩擦解消に必要、2、ファシズム共産党は日本に不要、3、カルト公明党は日本にも与党にも不要、4、共産公明に加え立憲民主、令和、社民も全部不要。はい、1234にない場合はチャットに書き込んでください。一般公開ライブのエンディングで結果を発表します。はい、じゃあ次いきますね。はい、22番お願いします。はい、首相嫌がらせ電話や投石に遺憾。岸田首相は東京電力福島第一原発処理水の海洋放出後、中国から発信されている日本国内への嫌がらせ電話や、中国にある日本大使館や日本人学校への投石が相次いでいる事態に関し、中国政府の対応を批判した。官邸で記者団に、遺憾なことだと言わざるを得ない。日本政府として邦人の安全確保に万全を期すと述べた。これね、アメルさんね、これ、はい、その岸田総理のちょっと発言がちょっと弱すぎるような気がするんですよ。つまりね、中国側がちょっと異常と思われる感じで反発してるというのは、まあ、国内におそらく問題あるからだろうとは分かるけど、その迷惑電話を組織的に日本にこうかけていくことと、それから大使館とか日本人学校に投石があるというのはね、かつての反日運動の高まりの何回かあったのを見ると、どんどんことがエスカレート していく可能性っていうのは結構高いんだと思うんですよ。だとしたら岸田さんはもっと強い調子で中国に対してたしなめるっていうか、非難するだけじゃなくてたしなめるということをしないといけないと私は思うんですけど、いかがですか。私もそう思いますね。遺憾というのは一種の外交用語ではあるけども、もともと残念という意味でしかないわけで、しかもその中国において遺憾というのはもっとその軽い普通に使う言葉らしいですね。であれば遺憾といくら言ったって相手には何も通じない、やはりこれはその怒りを覚えるとかですね、まあその程度のことは言ってもいいと思うんですよね。先ほど吉田さんもおっしゃいましたけど、その向こうはだってインターネットで情報制限してこんなことやってるわけですから、それはね、国民が投石したりいたずら電話かけてるだけじゃなくて、当局も噛んでるっていうこと。それそうですよね。それは政府としてもっと言わなきゃいけない。なのに岸田政権は事態がエスカレートするのは嫌だと言って、ここに留めているけど、今までの例を見ると日本側が引いて向こう側が引くってことはまずない、そこをちょっと見極めなきゃいけないと思いますけどね。吉田さんね、私は今回の事態はツイッターに何度も書いてるのは、言葉による戦争だと、今の事態は。だとしたら発信する、あるいは打ち返すタイミングを間違えてはならないと。確実に相手を狙って打ち返さないと、これはね、戦争である以上は負けてしまうというふうに私は、そういうことを繰り返し述べてるんですけど、そのことを含めてっていうか、吉田さん自身はどのように見てますか。はい、全くお二人のおっしゃる通りで、よくその、
まあ、外交はそのゲームに例えられるんですね、はいはい、でまあ、例えば、まあ、あの麻雀とかですね、あのポーカーとかでもいいんですけど、はい、あの相手がこれを出したらこっちはこれを出すと、うん、相手が何をやったらこうやるっていう適切な対処、うん、はい、これがあのできると、あの、まあ、周りで見ている人も、相手が戦っている相手もですね、あ、この人は腕がいいと、なかなかやるぞと、そういうことで相手にとって厳しい手を打ってきてもやっぱり尊敬の対象になるんですね、はい、でところが鎮観な手ばっかり打って、あの箱に、あの要するにこう全部負けて取られたりすると、うん、もうこいつもどうしようね、ただ の、まあ、要するにカモだというふうに思われて、それはあのプレイヤーの相手だけじゃなくて周りで見てる人たちも全員、あ、こいつはどうしようもないカモだと、あの、まあ、要するに共に組む相手でもないし、うん、だからこっからこっちからもあのむさぼり取るしかないねというふうに見られちゃう、ね、ということを岸田さんはやってるんですね。ですよね。あの要するに外交っていうのは何をやるか、何を言うかより何をやるかが大事で、何にもやらない時には強いことを言う必要があって、うん、何かをやる時は強いことを言う必要ないんです、ね、なるほどね。だからいかんとかいうこんな何でもないことしか言えないんだったら、うん、やるべきことをやるべきじゃないです。例えば、うん、あの注意喚起じゃなくて渡航自粛を出すとかですね、はいはい、うん、あるいは、まあ、中国側が日本の水産物を全部輸入禁止にしたら、うん、日本も中国のも全面禁止にするとか、まあ、のそれがそういう行為をしながら口では遺憾ですと言うだけだったらいいんですよ、うんうん、だけど何にもしないんだったらお二方がおっしゃる通りこんなことは許しがたいと言わなきゃいけない、うん、そのどちらもやらないというのはただのアホですね、はい、ちょっといいですか。はい、どうぞ。この問題をめぐって思い出すのはですね、うん、安倍さんがよくその在任中も含めて、うん、中国はどうしようもない国だけど外交ゲームはできるんだと、うん、その点韓国は頭に血が昇るとわけがわからないっていう、はい、まあ、愚痴ってたわけですが、うんうんうん、ところが今回はね、この中国のやり方は外交ゲームになってないとなってないですよ、ね、思うんですよね、うん、だ向こうもね相当そのなんか頭がこうなっちゃった、うん、今まであんまない例なんで、それだけ多分向こう側も相当困ってるんじゃないかって実は思います。そう思いますよね。私はもう今回のことは中国の国内問題から走ってるとしか思ってないので、そうだと思うんです。まあ差は去りながら次取り上げたいのは農水大臣のこの発言はなんじゃと。そうですね、はい、こんなもんを大体大臣にした任命権者の責任は私は大きいと思います。れいちゃん23番を読んでください。はい、これ23と24つなんですけど、いいですか。はい、お願いします。はい、中国の水産物禁輸全く想定していなかった、うん、野村哲郎農林水産大臣は閣議後記者会見で、中国の税関当局が日本からの水産物の輸入を全面的に停止すると発表したことについて、うん、大変驚いた、全く想定していなかったと述べた。日本からの食品輸入の規制緩和撤廃という国際的な動きに逆行するもので極めて遺憾だとし、即時撤廃を申し入れたことを明らかにした。はい、私のツイッターです。え、嘘でしょう、本当に大変に驚いた、大変驚いた、全く想定していなかったと。相手は中国共産党ですよ。広州や台湾等にやってきた嫌がらせを見ていたら想定できたのでは。いずれにせよ中国依存を見直す絶好のチャンスです。そして対抗措置に踏み切るべきかと。いやー、れいちゃん、これ全くの正論ですよね。あなたが言う通りですよ。ここはそれでね、これ改めてですけど、大変驚いた、全く想定していなかったって、そもそもですよ、その福島第一原発の処理水を、まあ日にちはともかく今年の夏ぐらいには海洋放出しますって、おおよその流れはもうだいぶ前から分かってたわけでしょ。それは少しずれたかどうかは別として、でそうした場合中国側がどのような反応してくるかっていうことは、これまた想定の範囲内じゃないですか。それをね、言葉だけで言ってるのか本当知らなかったのかよく分かんないけど、仮にそう思っててこういう言葉使っちゃいけないと思うんですよ。全く想定していませんでした、私はバカでございます、アホでございますって言って認めてるだけの話ですよ。これは私はもう言語道断、こんなやつ早く更迭しろと言いたいぐらい、私はねとんでもない発言だというふうに思いますけど、はい、安倍さんいかがでしょうか。いや、私はこの野村さんの発言に大変驚いたわけですけども、ね、うんうんうん、まあ
で経歴を見るとこの人は父の農水族ですね。そうなんですよね。で農水族である以上は、まあこのまあ、鹿児島出身の方のようですけども、海産物も含めたその輸出入についてお詳しいはずです。はいはい。それなのにこういう意見を言うっていうのは、やっぱり日本の政治家、自民党も含めてですね、本当に内向きで中国のことなんか関心をまともに持ってなくて、はい、我々がいくらそのウイグル問題をはじめいろんな問題を指摘しても頭に入ってないんだなと改めて思いましたね。はいはい、そうですよね。はい、吉田さんどうぞ。はい、まあ、このね、農水大臣のこの発言は私は全く想定してなかったんですけれども、はい、これね、日本の政治家に対する国民の、まあ、見方っていうものを実はこの人は代弁しているんですよ。はいはい、うん、だからこれちゃんと国民がなんでこんなバカなこと言うんだバカと言ってあげないと、うん、この人はもう小学校の院長みたいにびっくりしました、想定してませんでしたって言った方が国民に受けると思ってこういうこと言ってるわけですよ。あ、なるほどね。だからもうちょっと、もうちょっとだけ知を使ってくれれば、うん、よほど頭の悪い国でなければ、うん、これで水産物の、まあ、日本からの輸入を止めるなんていうことはよほどのアホな国でなきゃやらないからきっとやらないと思いますと、うん、前もって言っといて、あ、やったんですね、想定外でしたっていう、まあ、仕込みがあればね、この発言は生きるんですけれども、うん、まあ、こういうなんかもう本当に素人漫才みたいなことをやられると、うん、もう本当に恥ずかしい限りなんですが、うん、ただ日本は、まあ、例えば戦前ですね、平山喜一郎さんが、欧州情勢は複雑回帰って言ってみたりですね、はいはいはい、うん、本当に読めないのか読めないふりしてるのかよく分かんないことを言う人がいっぱいいるんですが、うんうんうん、やっぱり日本の外交あるいは農水でもいいんですがトップというのは想定してましたと、でちゃんと、国民は安心してくださいという人がトップに立つべきなんですっていう、うん、まあ、そういうコンセンサスというか相場感を国民がちゃんと政治家に対して要求してますよっていうことを示さないと、うん、こういうトンチキ発言がどんどん入ってきて困ることになると思います。まあ、さっき吉田さんがおっしゃったようにですね、うん、まあ、中国からの農産物全量ストップするとちょっと日本も困るんですけども、でも全量その検査するとかね、少しでもなんかその農薬でもトリチウムに引っかかったら、それをまた公表するとかですね、どんどんやるべきだと思いますね。はい、時間がねあと15分しかないから、レイちゃん飛ばして27番の内閣改造を読んでください。はい、岸田首相内閣改造着手で驚きの閣僚候補名がイメージ一新で支持率アップへ、まず幹事長に菅義偉前首相の名前が挙がっている。茂木敏充幹事長は昨年の参院選も今年4月の国政補選も9大点の成績を収めた。だが連立を組む公明党とは次期衆院選挙区の候補者調整で激しく対立し、今もしこりが残った状況だ。公明党との関係を重視する岸田首相が幹事長交代を模索し始めている。また岸田首相が新たに閣内に取り込もうとしているのが石破茂元幹事長だという。これね、安倍さん、このそもそも総理をやった人に幹事長にっていうのはかなり異例な人事になるわけなんですね。その理由が公明党との関係修復だということ、それだけででも総理経験者幹事長にするみたいな荒業をやりますかね。これまさにこれウィークリー実話なんですね。これ何なの、週刊実話ですね。あ、じゃあもうあんまり相手にしちゃいけない、まあ、でもちょっと一つ言わせていただくと、はい、どうぞ。菅さんは以前から岸田さんのことを全く評価してないせいですよね。はい、もうあんまりこう表に言いたくないぐらいボロクソに思ってる人ですから、そんなの受けるわけないし、うん、また石破さんをね、抜擢すると、うん、はいはい、これは今一生懸命岸田政権を支えている麻生副総裁に喧嘩を売るようなことですから、まあ、それはそうです。それはありえないんです、うんうんうん、まあ、ちょっとこれは単なるの作り話で、作り話ということですね、だと思います、うん、まあ、石破さんをやるとしたらその相当麻生さんにまず説得してこういう理由があるんだって言わなきゃ本当、うんうん、はないと思いますね、はい、次もう一個、次安倍派の行方、ごめん、吉田さん後でまとめてきますからね、はい、れいちゃん28番を読んでください。あ、28じゃない、時間がないから違うんだ、
小泉進次郎のやつ読んでよ、はい、29番です、ね、29を読んでください、すみません、はい、小泉進次郎氏が安倍派新会長候補に急浮上、後目争いによる派の分裂を回避するため森喜朗氏がスカウトか、後目が決まらない自民党最大派閥の安倍派に救世主が現れるかもしれない、小泉進次郎元環境省を会長にスカウトするというウルトラシーだ、五人衆は派内の人望がない上、五人が後目争いをすれば派は分裂に向かいかねない、塩野や座長体制が壊れるのは時間の問題だ、森さんもあの5人には派閥を率いるのは無理だと考えていて、進次郎氏に安倍派入りを打診し会長候補に担ごうとしている。これも週刊誌でしたっけ、ニュースポストセブンというのは、まあ、そうです、ね、週刊誌、これでも、ちょっとありえないことを書いてるんだなというように読んでましたけど、ありえないです、うん、もうなんか言うのもバカらしいですよね、だって仮にそうだというこれが事実だとしたら、小泉進次郎を安倍派が総裁候補にするってい いう意味になるわけだから、そんなことをみんなが認めるわけはないですよね、っていうか、まあ、これも面白おかしく書いてるですよね、そこはね、はい、はい、吉田さん、まあ、ごめんなさい、つまんないこと2つ続いた後にあなたに振るのもちょっと失礼だけど、あの中田町にお詳しいお二方がありえないとおっしゃってるので、そうなんですねってですよね、はい、はいはい、じゃあ公明党に行きましょうね、30番お願いします、あ、はい、31まで読んでね、はい、はい、公明山口代表訪中を延期、中国側適切なタイミングでない、公明党は28日から予定していた山口代表の中国訪問を延期すると発表しました。中国側から日中関係の状況に鑑み適切なタイミングではないと伝えられたとしていて、福島第一原発にたまる処理水の海への放出が影響したものとみられます。公明党の山口代表は28日から3日間の日程で4年ぶりに中国を訪問して、中国共産党の最高指導部のメンバーらと会談し、岸田総理大臣からの習近平国家主席宛ての親書を手渡したいとしていました。はい、安倍先生のツイッターです。岸田首相の親書まで用意して門前払いを受けたと、片思いはつらい。これね、私もまあツイッターやたらとツイートしてるんだけど、本当に中国政府が山口代表のことを信頼してたら、こういう時だからこそ来てくださいと言いますよ、うん、で日本政府の本心本音を聞きたいと絶対言いますよ。適切な時期じゃないということはお前はもう相手にしないと、どうせごまする男だからって言われてるのに等しいという、私はかなり侮辱されたんじゃないかと思いますけど、安倍さんどうですか。まず山口さん自身が事前に、うん、公明党は日中関係がいい時も悪い時も中国と交流を続けてきた、うん、だからこそ私が行くんだみたいなこと言って、うん、あ、言ってました言ってました、はい、それでポンでしょ、うんうん、あ、まあなんかこうですね、しかも公明党筋の人は山口さんは今回習近平さんに会えるかどうかが勝負だとか言って、はいはいはい、習近平どころか来るなって言われてるわけ、来るなって言ってる私も人生片思いばっかりしてきたから辛いもの本当に よくわかるわけですけどもこれを見てですね、私思い出すのは、はい、野中さんなんですよ。野中宏さん、野中さんも権力があるって、うん、力があるときには中国が相当厚遇してね、はい、で、あの実際野中さんの意見も結構聞いたみたいですよ、はい、ところが野中さんが引退してしばらくするともう中国に訪中しようとしてももう対応が全く変わってた、うん、よく中国は井戸を掘った人のことを忘れないとか言うけど、あれは都合のいい時に言うことで、うん、ですよね、だから公明党もあの使える時にいっぱい持ち上げるけど、中国側に余裕がなくなった時には、まあ、あんたなんか知らんと、うん、まあ、そういうことでしょうね。まあ、吉田さんは今中野 区議会議員でいらっしゃるけど、公明党って正直言ってちょっとどしがたい政党だと私はずっと思ってるんだけど、どうですかね。いや、これ実はあの畔蒜先生とほぼ同じツイートを私してるんですよ。ああ、なるほどなるほど本当に片思いだってことだねっていうふうに私ツイートしたんですよね、これしかし山口代表も
みっともないですよね。いやこれは恥ずかしいですよ、ね、もうだって、うん、公明党と山口さんというとね、その防衛問題もそうですけども、うん、対中非難決議などでね、うん、どんどん骨抜きにしたり、もう中国に尽くしまくってきたわけですよね。ですよね、まあ、挙句このあなた来なくていいよって、そうですよね、顔見たくないあるって言われる、本当ですよね。はい、じゃあ次です。32番をお願いします。はい、自公東京での選挙協力復活へ、来月にも文書、岸田首相と山口代表会談、一気に修復合意、岸田首相は公明党の山口代表と首相官邸で会談し、次期衆院選に向けた東京での選挙協力を復活させるための解決策をまとめ、9月にも文書を交わすことで合意した。与党の議席の最大化には一旦解消された首都での相互支援が不可欠との判断で一致し、トップ主導で一気に関係修復に道筋をつけた。これね、安倍さん、この、まあ、いきなりトップ同士の会談で決着ということを しましたけども、それはまあ茂木さんが公明党とは全然ダメだしね、そうするとその上をって言ったらもう総理総裁しかいないからということなんでしょうが、まあ一応形だけにしろ東京が一応それでまとまれば全国に悪影響を及ぼすことをやっぱ恐れたんでしょうね、これはね、おそらく、ね、まずその最初にこの東京問題をめぐって公明党と自民が喧嘩し始めた時には、はい、うん、維新が、その公明党がね立てようとしたところに全部立てるなんて、はいはい、まあ、決まってなかったんです、でもう公明党側としてはもう余裕がないと、はいはい、関西に全集中しなきゃいけないということも一つあるでしょうし、うん、はいはい、で実際問題として比例は公明っていうふうに自民党議員に言ってもらわないと、はい、公明党は当選しないんだ、はいはい、そうですよね、あの強気にね自分たちだけが自民党を支えたようなこと言ってるけど、うん、本当は全然そういう状況じゃないの、ないですよね、まあ、お互いこうカーッとなった熱が冷めた頃にこういうことをやりましたということでしょうね、はい、うん、ですよね。はい、吉田さんいかがですか。はい、本当におっしゃる通りだろうと思うんですけど、これはやっぱり保守層からすると残念なことなんですよ、うん、一層維新の方がすがすがしい、まさに政策が同じであれば選挙協力はいいんですけど、政策が違うんですから、うん、選挙はきちんと自分 の, 理念政策を支持する人をお互いに、争って戦って、はいはい、数が決まってから過半数を形成するために政策協定を結ぶならいいんですけど、あそこ その選挙の段階から、その政策が違う人に この政策が違う人に入れてねと頼むというね、自分の党の支持者に違う政策の人に投票しろとお願いをするというのはもう非常に不健康だなと思います、うん、ね、吉田さんのおっしゃる通りですけどね、うん、まあ、もうこれ自公連立できたとこからの宿命ですね、これね、うんうんうん、もう20年経つからそろそろ見直してもいいんですけど、ね、そうですよね。はい、じゃあ次は33番をお願いします。はい、軍事応用研究、大学の応募倍増、学術会議の姿勢修正後、将来的に軍事技術へ応用可能な基礎研究を助成する防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度に対する大学からの応募が今年度は昨年度から倍増したことが分かった。防衛研究にブレーキをかけてきた日本学術会議が昨年デュアルユースの最先端技術研究を否定しない姿勢を示したことで大学側が応募しやすい環境となったことが一因とみられる、はい、吉田先生の、はいはい、ツイートです。反日本学術会議への国民の批判が沸騰しなければこうはならなかったし、今後も元に戻そうとする反日勢力は旬動している。反日本学術会議を一度解体すべき、うん、はい、吉田さん、これ改めてですけど、はい、正面から喧嘩打っておりますけれども、僕は日本学術会議を常に反日本学術会議と呼んでいますが、もう諸外国を見てもですね、もう公費投入をしないで、うん、好き勝手にやるんだったら好き勝手に民間団体でやってくださいと。そうですよね、うん、で公費が欲しいんだったらちゃんと政府の方針とね、うん、ちゃんとあれを表層を合わせてくださいと、うん、で少なくとも彼らのこれまでの行動は、反政府というか反日本というか共産主義者におもねるような活動ばかりしてきたんですから、もう一度僕は日本っていう名前をね、つけるのはおこがましいと、一度解体すべきだと思います。なるほどね、はい、
安倍さんあります、はい、あの日本学術会議というか反日本学術会議はですね、今回の処理水問題に関しても何の提言も提案もしてないんですよ、ね、そこなんですよね、これまでもね、うん、役に立つことなんか何にもしてないんですよ、うん、まあでも処理水とかこういうことなんで提案できないかっていうと、反日本学術会議はあの長年共産党の影響を受けてきまして、はい、反原発だからですね。ですよね、うん、もうそういうふうなもう反政府組織をですね、うん、なんで政府の金で養うんだと、うん、で彼ら学者の側もそんなに独立を問うところであれば、うん、もう政府の紐付きのところがないのさっさと、うん、どう言ってくれれば自分たちでやればいいんですよ、何も止めないよっていう話ですね、うんうん、はい、レイちゃん、じゃあアンケートの調査結果の発表ですか。はい、はい、アンケートが完了しました。532票、回答だけいきます、はい、1の日中友好と摩擦解消に必要が 2%、 2ファシズム共産党は日本に不要が 3%、 3の、カルド公明党は日本にも与党にも不要が 21%、 4共産公明に加え立憲民主、令和、社民も全部不要が 72% との回答でした、うん、はい、先生方に一言ずつお願いしますとのことです。 72% もあるということはすごいですよね、うん、共産、公明、立憲、令和、社民、まあ全部いらないと、まあ私もそう思いますけどね、本当にね。はい、安倍さんどうですか。非常に健全な結果だな。健全な結果ですよね、おっしゃる通り、まあ、もちろんこの文化人放送局を視聴されている方ですから、うん、まあ、国民全体がそうだというわけじゃないですけども、はい、もちろんそうですけど、まあ、それにしてもいい数字だなと思いますよね。ですよね。はい、吉田さんどうですか。はい、私もそのように思います。あの諸外国での、まあ、与党と野党の戦いっていうのは、はい、国を愛する、国の将来を思うっていう前提の中で政策の戦いをやっているという前提があって、はい、国民の人たちはまあそのいろんなあの、まあ、判断するんですね。ですから、うん、その人たちが日本に来てこの各政党を見たらですね、多分同じアンケート結果になると思います。そうですよね、うん、はい、じゃあれいちゃん最後のこれを読むんですか。読んでもら う,、はい、もらうんですね、はい、17時一般ライブ冒頭15分ツイッターでのテストライブが始まりました。合わせて文化人放送局ツイッターからご視聴ください。そして皆様、動画へのいいねボタンとフィードバックぜひぜひお願いしますとのことです。はい、皆さんありがとうございました。